早速なんですが最初のポイントいきます、うん、はい、こちらねサワラの切り身があります、はい、こちらにですね漬ける前に塩を振るです、うんうん、なるほど、この作業はあの皆さん忘れずにやってほしい、これは絶対大事ですね、はい、こう塩を振ってしばらく置いておくことによって、はい、サワラから水分が出てきます、はいはい、でその水分の中にやっぱ生臭みとか、ね、はい、入ってるんですよ、はい、でそれを味噌につける前にここで取ったみたいな、なるほど、でさらに水分が抜けるということは、うん、はい、そこに他のものが染み込みやすくなる、なるほど、サワラを味噌につける前に塩を振っておくのがポイント、でお野菜をつけても美味しいので、はい、野菜も今日準備したい、はい、じゃあもう付け合わせも一緒にもう漬け込まれちゃう、先ほどのキュウリは生で食べていただきましたけれども、はい、例えば人参とかは漬けたのをさっと一緒に焼くと美味しいんですよ。人参は皮を剥いて輪切りに、同じように長芋を刻んだらいよいよ味噌だれを作ります。最強漬けの味噌っていうと、はい、ちょっと独特の甘さがあって、うん、あとやっぱり熟成してるなんか独特の香りっていうんですか、うん、はいはい、確かに最強白味噌といってね、はい、売ってます、あの白味噌を使うとあの独特の風味出ますけれども、はい、今日はお家にある普通のお味噌を使って、あとそこに少し調味料を入れることによって、もうほぼそれともう同じようなものができる、どうするんだろう、はい、材料はお味噌にお酒、砂糖だけ、これだけですか、これだけです、もう下手すりゃ明日から最強漬けのお店まま開けますそんな簡単に開けちゃう、ちょっとした片手ましご、ね、最強漬け風ですけど、ね、そう、ただこれはまたあれですね、割合が問題だと思うんですね、どう合わせるかがポイントです、そうですね、普通の味噌を最強味噌風味に変える黄金比率の発表、味噌4、味噌4、砂糖1、砂糖1、酒1です、あ、覚えやすいです、はいはい、シーッと覚えてください、いちいちと思いますよ、美味しいんで内緒にしておきます、あ、そうかそうか、味噌4、酒1、砂糖1、これが最強味噌の風味を生む黄金比率、最強味噌これだけ、これだけです、これが美味しいわけですよね、このお味噌が、うん、そうです、ってことは例えば、はい、鶏肉とか豚肉とかもつけちゃって大丈夫なんですか、ね、この味噌はですね万能にですね、何でもつけられるんですよ、鶏肉、豚肉、牛肉、ね、お肉もちろん、あと今日サワラ以外のお魚も通れるんですね、はい、鮭とか銀だらとか、はい、じゃあもうわざわざキュウリ、はい、とかもずっとこれつけてる、ね、すごい美味しかったもんね、さっきね、キュウリとか大根とかをつけとけば即席の味噌風味漬物の完成です、はい、魚はもちろんお肉にもいろいろ使える便利なお味噌、きゅうりや大根なら1日で味噌漬け物ができます、でこれね多めに作っとけば日持ちしますから、はい、どのくらい日持ちしますか、でも全然冷蔵庫入れとけばもう1ヶ月ぐらい、あ、全然大丈夫です、じゃあ多めに作ってその都度漬けたいものを、そうですそうです、小分けにとって、はい、塩を振るとサワラから水分が出るのでキッチンペーパーで拭き取ります、イメージはですね表面に味噌を塗るってことです、味噌塗りです、うん、味噌漬けではない、うん、味噌塗りと覚えてます、そうですね、漬けるとなるとなんか大量の味噌が必要なイメージ、そうなんですよ、皆さんね結構そう思ってるんですよ、なんかもうたっぷりの味噌にこう、浸すって感じ、ドボッて漬ける感じなんですけれども、表面の味噌ぐらいしか染みないですから、あー結局はもったいないんですよ、もったいないです、薄く塗ってあげるイメージですね、あー助かります、はい、サワラの表面に味噌をまんべんなく塗ります、でこの状態でどのくらい置く、理想は魚だったら2日間ですね、で肉なら1日が食べ頃です、わかりました、ただ逆に漬けておけばもう余裕で1週間ぐらい持ちますから、あ、はい、そうですか、例えばお刺身用に買ってきたお魚なんかでもちょっとこれに漬けておけば、あ、そっか、また味わいが違う、ちょっとそれを炙って食べたり、お刺身余りますもん、そうです、でもここで素朴な疑問が、魚だと2日かな、魚2日です、肉は1日、野菜も1日ぐらいになりますね、じゃあ2日後にもう一回ここに来ればいい、いやいや、ちょいちょいちょい、あ、ってことはシェフ私たち今夜食べれないんですか、ちょ、そうですね、あのえもしかしたら食べれないかも、いや今あのリオがすごく今魚のお口になってしまって、本当ですか、ええ、まあそう思って、しましょう、大丈夫です、任せます全然大丈夫です、どう大丈夫なんでしょうか、でもそう来るだろうと思ってましたよ、ね、やっちゃいましたから、これね完全にもこの展開を読んでました、うん、ちゃんとご用意してます、任せてください、まさかうちの冷蔵庫いつ買って入れてるんですか、
もうね、こんな展開はね、僕レベルだと読んでます、ね、これそれ何日前のやつですか。これがもう読めなかったら、まあ、もうね、料理人やってないです。2日前のやつ。2日前にですね、こっそり忍び込んでつけておきました。まずは表面についたこのお味噌をね、はい、拭き取ります。これをつけっぱなしだとね、すぐ焦げちゃう。うん、あ、すごい。あ、でもほら、こんなになってる。色がついてる。このぐらい浸かるんですよ。うん、ピンクっぽかったね。うわ、ね、黄金色に。2日間置くとお味噌が染みてこんなに色が変わります。人参、長芋はキッチンペーパーでまとめて拭き取ります。今日はもうね、ご家庭で一番簡単だと思うフライパンで焼いていきたいと思います。まあ、あの魚焼き器でもフライパンでもそうなんですけど、はい、なかなかこう中まできちんと焼くって簡単そうで難しいんですね。難しいですね、焼きだからね。はい、何かコツはありますか。コツですか。はい、まあね、あるかないかといえば完全にあります。ありますか。完全にあります。買ってよかった。はい、表面、表面、ね、盛り付けた時に上になる面、はい、まあ大体がこの皮目の部分ですね。はいはい、その表面、つまり皮面を7割、7割でひっくり返して身の方ですね、はい、裏面を3割と覚えてください。あの私などは家で焼く時にもしかしたら4ぐらいでひっくり返す。ああ、早い。なんか3も早い。ひっくり返したくなるんですよ。うん、わかります。失敗しない焼き方は皮の方7割、返して3割。そう、おいしそう。いい香り。いや、もうこれむしろ家でつけた方が美味しそうですね。いや、こんなに上手にできるとは思ってませんでしたね。ママできるやん。笠原料理長できますよ。だって最強焼きですよ。いや、それだからそもそもできないの言わないですよ、笠原料理長。ちょっとひっくり返します。料理長ですから。ほら、いい。うわー、すっごい美味しそう。フライパンで焼いた方が良さそうですね。フライパンだとね、もしもうちょっと長くまた戻せばいいだけですから、ね。サワラを返したら野菜を入れ焼き目をつけます。ここで最後のポイント。裏面は蓋をしてあげると。はい、わかりました。これであの周りが焦げて中が生っていうのを防ぎますね。わ、うん、ね、かりました。蒸し焼きにすることによって中までしっとり火がある、ね、焦げません、はい、弱火の蒸し焼きで10分。じゃあそろそろ、はい、いいですかね。しっかり蒸されましたね。いい香り。美味しそうです。ふっくらしていて、いい香り。また盛り付けが綺麗ですね。どうですか、こんな感じでね。はい、これで完成です。はい、あら、料理長、完成したのにまだ何かありましたか。いや、私ずっと気にしてたんですけど、はい、2日間漬けなくてもすぐ食べれる方法ありますよっておっしゃってましたよね。あ、覚えてましたか、ママ。もちろんです、はい、あ、そうそうそう、言ってた。はい、だからそれはもうね、ご用意していますから、詳しくは食卓でお話しします。普通の味噌で作ったサワラの最強焼き風味、笠原マジックの評価は。おいしい。最強焼きです。ちゃんと身の中までしっくりと最強の風味が、はい、中まで入ってます、うん、ね、身がそんなにパサパサしてないですよね。フリッとした感じがすごく美味しいです。すごく美味しいです。良かったです。こんなに染み込むんですね。2日前に忍び込んだ甲斐がありますね。最後にその日に焼ける超簡単バージョンは。その場合はですね、味噌1、うん、酒1で、みりん1。111、はい、もう111混ぜるだけです。しかもみりんを加える。はい、お味噌が少ない分タレを絡めるように焼けばさっぱりした味。